ドルのスピンと、イエーイ。はい、今日は3月17日の配信日です。よろしくお願いします。では今日も行くぞ。まず、はい、右手に4。はい、私たちアラフォーアイドル社員フォーエバーです。シャキーン。シャキーンって何言ってるか知らないね。知らないでしょ。知らないでしょ。効果音、超絶笑顔が可愛いカリスマアイドル、チョコです。よろしくお願いします。はい、妖精の国から来ました、コラボユニキャラ担当のミです。よろしくお願いします、はい、いつもウキラキチェリーです。よろしくお願いします。はい、癒し系担当リーです。よろしくお願いします。はい、セクシー担当ルナです。声ひっくり返った。よろしくお願いします。ミステリアス担当のジュリアです。よろしくお願いします。この前の2人の自己紹介の後、後ろやりづらいね。うん、すごいね。どういうこと？自分たちの特徴だねみたいに思ってくるよね。普通がさ、ちょっと寂しくなってくるよね。おかしい、うん、ちょっとね。全然普通じゃないよ、ね、セクシーとか言うの。本当は。だよね。なんかこう重ねるか上になってくるよね、みんな ね。はい。先日ですね、はい、告知もね、いっぱいしました。私たちのメンバーを増やすためにはオーディションをしましたね。初めてのオーディション、7人ね、私は全員審査員をしたんですよ。一人ここにね、オーディションを受ける人が立ってて、なんと14個の目が、16個か、社長もいたからね、社長も見てて、もう入ってきたらもうすごい威圧感だよ ね。あれさ、逆の立場だったらさ、うん、みんな受けてないよ。すっごい楽しくてできたわけじゃん、だから私はやってほしいじゃんね、いろんなことをね、経験してほしい。そんなオーディションを勝ち抜けて、勝ち抜いて、ね、そうメンバーになりました。今回はまずはね、一人紹介しましょう。どうぞー。イエーイ。はいはいはい。なんでこれ見えないじゃん、目が半分。いいんです。まず私からね、紹介させていただきます。社員フォーエバー、新しくメンバーに加わりましたゆうです。妹系で、はい、担当させていただきます。はい、ゆうです。ゆうはですね、はい、一文字です。そう、ゆうね、ゆうです。そう、うじゃないです。ゆうです。なんとなんと、ものすごい応募の中からたくさんの中から、本当ですか、本当だよ。オーディションまずどうだった、はい、前日から、はい、声も出ない。多分伝わったと思います、これで。そうだね、はい、もう本当にもうなんか心臓が飛び出るぐらいみたいなね。でも心の奥底の 1-2% かは、ちょっと取ってあると思います。なるほどね。あったないと、あの場にはいけませんです。確かにね。本当すごい雰囲気だったね。オーディションの時には、皆さんにね、曲とこうダンスをしてくださいっていう、お願いをしてて、彼女だけはね、なんとうちらのね、ミラーをね、覚えてきたんですよ。ねー、すごかったよね。すごいよね。それに本当に一人だったの。一人しかいなかったですよね。このワイワイテレビも見てきてくださったね。そう、ちゃんとね、勉強してきてくれてね、まあ、その辺も、あの合格のポイントね、すごくなってたね。だからね、ミラーもあのデビューがね、早いといいね。はい、今自主練をしてる、してますよ、してますよ。ちょっと待ってね。
なんか私たちも初の体験でね、オーディションをする側っていうかね、人を審査するなんて ねないどんな人がね来てくれるかとかね、すごいた、まあ、こっちはでも楽しみながら ね、うん、そうだね、うん、終わったね。まず曲は何でしょう。あ、ミラーです。おー、オーディション中すごい恥ずかしいんですが口が乾いてしまって、あ、私一人で行かせていただいたんですけども、シャイフォーエバーのリーダーの思いとかもいっぱい喋って、ケーブルテレビさんでやってますので、ちょっと探してみてください。100回ぐらい再放送してもらいます。3月いっぱいずっと。何で、ね、時間とかは、日によって曜日によって違うので、ま、たここにそれテロップが、ね、はい、出ると思います。ミラー衣装ね、そう、一人ミラーしてきました。はい、そしてこれからもね、またメンバーが増えていきます。シャインフォーエバーこれからどんどん、イベントにも出させていただく予定ですので、うん、ぜひぜひ皆さん生で、本当に、そう、本当に会いに来てほしい、うんうん、生で私たちを見てください。右手に4、私たちアラフォーアイドルシャインフォーエバーでした。私たちのミラーが収録されております。コンピレーションアルバムがリリースされております。これはですね、とってもお得な CD で10組のアーティストさんが曲を提供してくださっております。その中に私たちのミラーも1曲入っているんですけども、この本体はなんと1000円なんですが、帯に栄ベースで使えるドリンク券が2枚ついてるんです。ホームページから購入できるように。あら、通販ができるんですか。はい、しときます。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。